今回もですね、ドラムスがない人、ドラムスを始めたいという方のためのルーディメンツ、こちらをご紹介しようと思います。今回はダブルラタマキューです。前回シングルラタマキューを見ていただいた方もいらっしゃれば、まあ、続きのものですね、シングルとダブル、これがきます。まあ、そのまま単純に、シングルラタマキューを2回続けたもの、つまりこういう、技ですね。結構これはルーディメンツとして、長いんですけども、まあ、普通にこうシングルラタマキューがとなれば、これをこのドラッグですね、これをドラッグというんですが、この動作、このドラッグが一つ、入ることによってこのままラタマキューに、そして左で終わるので、次は右から始まります。こんな感じですね。で最後、ここはですね、まあ、トリプルになるんですけども、これもですね、トリプルも、今回、合わせていきましょう。これが、トリプルラタマキューですね。で、これを、では一連でやってみましょう。こんな、感じです。で、もちろん、ドラムスティックがない方はですね、この、以前から紹介しているこの方法、手首をつけて、これでやってみましょう。ワン、ツー、ワン。これ非常にですね、ドラムスを、プレイしている方でもですね、スティックを持っているよっていう方でも、ぜひですね、やってほしいおすすめのトレーニング方法となります。これ非常にですね、ここの筋肉だったり、リストの筋肉が鍛えられるので、もう暇な、例えば何か待合室で待たなきゃいけない、こう、手持ち無沙汰で、どうしても待たなきゃいけない時期、時間っていうのがありますよね。そういう時を、使ってもですね、こう、自分の手足で、まあ、周りに人がいると、こう、怪しいと思われるかもしれないんですけども、それが、なるべくならないようにですね、こう、パタパタ、なんかあの人パタパタしてるな、みたいなことを思われても平気な方はですね、ぜひやってみてほしいと思います。という感じで、今回ダブルラタマキューとトリプルラタマキュー、こちら合わせてご紹介しました。ぜひですね、やってみてください。例えばこれが、ビートで使うとどんな感じになるのかとか、考えてみてもいいかもしれないですね。例えば、
ントみたいな感じとか、非常に使えるテクニックだと思うので、ぜひこちらも試してやってみてください。それではまた次回お会いしましょう。